はいどうも、ふめいだよです。今回ですけども、スクラッチ報酬妻強いのかということで、アースラやっていきたいと思います。はい。で、自分ね、トリトン王とアースラ両方とも動画撮ってて、まあ、これのどっちかかなと思ってるんで、まあそれの、来た方法を動画にさせていただきたいなと思ってます。はい。ということで、アースラもトリトン王もね、まあトリトン王はね当時強かったんだけど、アースラ自体はね、まあ正直、まあこれそんな初期詰めでもないのでって感じはあるんですけど、まあ消去範囲はね、まあ結構広くて、天井もまあ言うてちょっと高めなので、あれ高めじゃなかったっけ、あれなんか高めのイメージがあったけど、そんな高くねえわ。33、そうなんす、消去数はねまあまあ出るんすよ、この積む。ほい、29はやめてほしい。5000枚って感じ。まあ、この消去数とかだったら、まあ全然それだけ稼げれば強いかなと思うけど。ほい。なんか昔アースラ使ってた時もあった気がしますね。それなりにね、ね。危な。強いっすよね、アースラ。今は弱いっすけど。当時もそんな言うてみたいなところはあるか。うい。3000枚。5000枚いけるかなと思ったけど、その間にかめっちゃ減ってるやけど。モアフィーバーいけるけど、いける？これちょっとやばくない？ギリギリの戦いだな。ギリギリいかなかったんじゃない？これいったわ。タイムボムありがとう。はい。ということで、4179枚ということで、まあ、現環境ではまあ弱いですけど、まあ、報酬積むでね、で、スクラッチで、ちゃんと全部やれば6体手に入る、内容となってるんで、はい。例年通りであれば。はい。まあ、育成はね、勝手にされていくと思うので。6体手に入ったらスキル1、まあ未生時からでも3までは上がるんでね。はい。まあこれがいつかちょっと常駐以外の、まあ、限定の強い2もちょっと入れてもらいたいなとは思ってるんですけど。え？そう、スクラッチね、常駐積む縛りをそろそろやめようじゃないかということで、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。